初めて今ここ梅田の映画館なんだけど、初めて来たんだけど、チケットを出すわけじゃないですか。発券してもらうんだけど、その後大体受付の人がチケットもぎりしてスクリーンに入るんだけど、ここねないんだよ。チケット受け取ったらそのままスクリーンに入ってくださいみたいな感じになってる。初めての映画館ですね。僕はもうスクリーン1番チケット取れてるんで、結構満足っぽいんですけど、まあ行ってきたいと思いますね。時間9時半の回で、僕9時6分なんで、ちょっと余裕あるんで、見るもんないか探してきます。今回の映画に出てくるのか分かんないけど、菅田将暉はいました。そういえば披露が終わったって聞いたんだけど、あれ本当なの？終わっちゃったの？流れてたよ。これ主題歌流れるタイプの広告かな。あ、流れてた。お、名前出てたね今。内容的にどんなんなんだろうね。やっぱこれは必要かなと思って、必要経費ですね。やっぱ来るもんだね。はい、映画見てきましたね。映画見てきた感想を話そうと思うんですけど、まずですね、まあ、映画自体、まあ、あの通して面白かった、まず、ね、面白かったっていうのは、素敵な映画はありがとうございますっていうところがまずなんですけれども、まあ、俳優さん女優さんすごく僕ですね、あの今回の演技すごく好きでしたね。阿部サダヲさんが一番好きでしたね今回 の、 あの最後ふてくされる感じとかも、ふてくされてから の、 あの持ち直してくる感じとかも結構好きでしたね。あとはなんかこう爆弾がね、メインのモチーフになってるわけなんですけれども、まあ、要はさ、あの映像で出てきてるあの羊急便だとか、ファーストデリバリーだっけ、忘れちゃった。一番大事なとこ忘れちゃったわ。ど忘れちゃった。その会社とか、まあ、要は現実でいうアマゾンだよね。アマゾンをこうモチーフにしてるんだと思うんだけど、現実世界に自分もこうアマゾンで荷物をたくさん頼むから、なんかそういったところでシンクするものがあって、リンクするものがあって、こう感情移入というか、感情移入までいかないけど、まあ、なんか通ずるところがあって、そんな点も面白いかなと思いました。あと何といってもやっぱり最後、あのまあ劇場でガラクタを聞いてきました。僕劇場でガラクタを聞いてきたんですけど、やっぱ劇場の音響で聞くと素敵でね、あのすごいいい音がしてね、いいね。なんかもうスピーカーがいっぱいあって、で音も大きいから、いろんなところからうわーっと音が来て、音圧がすごいね。やっぱりそのイヤホンとかパソコンとかで聞くのと全然違いましたね。やっぱ映画館で曲聞く方がいいなと思いますね。うちの配信とか動画のコメント欄、チャット欄でも、映画館で初めて聞きたいからガラクタだけは聞いてないんですってとか言ってる人いたけど、まあそれはね、あのその人たちどういう感想だったか教えてほしいな。泣いちゃいましたか？僕はもうあの最後エンドロール、今回その文字が出てくるだけで映像とか特に出ない感じだったのね。だからもういいやと思って、こうやって目つぶって、もう曲だけに集中してたんだけど、すげえ良かったね。もうマジで良かった。映画の主題歌はね、もういつどんな曲だったとしても僕としても嬉しいから、ね、どんどんやってほしいなというふうには思いました。まあ映画の感想は僕そんな感じでした。ラストマイル見てきましたね。なんか全て結局主題歌に持ってかれるんだよね。最後主題歌に全部持ってかれて、内容についてあんまり言わない方がいいかなっていうのはあるんで言わないですけど、あのねキャストがねめちゃくちゃみんなハマり役なんで、見どころで出てくる人たちみんなハマり役で、あの阿部サダヲさんのね、あのサラリーマン的な人なんか感じとかすげえハマり役で好きだったな。今回出てきた人の中で阿部サダヲさんめっちゃ好きだったな。まあ、主演の満島ひかりさんもやっぱりいい表情するよ。すげえ。だよ。すげえ面白かったね。映画はすごい面白かった。聞いた上でやっぱガラクタ。まあでも僕そう、この後どこに向かってるかっていうと、あのタワーレコードに向かってます。なんか。ロストコーナーの発売を記念してくれやってる AR イベント、僕もこの間できたじゃん、動画出したんだけど、見てくれた人いると思うんだけど、その辺に関してのポップアップ展示をやってるのと、多分アルバム発売してすぐだから、ちょっと米津玄師コーナーの方も
充実してるんじゃないかなってことで、ちょっとその辺りを見に行こうかなと思って行ってるんですけど、歩いてるんですけど、行ったことがないのでここでこのまま歩いてれば行けるのかちょっと分かんないのと、超暑いんでね、さっさとタワレコーデに行きたいと思います。この動画は多分頑張って編集が終われば公開日当日の夜には上がってると思いますので、もし上がってたら皆さん褒めてください、コメント書いてください、よろしくお願いします。ちょっとタワレコードに近づいたらもう一回カメラ回します。カメラ切った場所がタワレコードだった。ちょっとお店というかビルの中入ってきます。ありましたね。まあそんなにあれだね、普通の展示って感じだね。まあいいですね、ポップアップ展示を探してたら見つけた。あったあった、超分かりづらいところにあったよ、超分かりづらい、こここんなところにあった AR イベントの模様がこう写真で出るようにはなってますね。これ生で見てきたわけだけど、今んとこまだ映像版もガラクタ版も買えそうな雰囲気はあるね。アイナジエンドとコラボしたから、アイナジエンドとピュバックでモームスの曲使ったからそれとかで、これスッティのバンドや、はいはいはい、手書きで作られてるよね。サンプル展示がございますね。もう家にあるけど家にあるけどな、すでに。まあ来ましたよと、タワレコード梅田茶屋町店ですか、来ましたよって。はい、でこの動画の中でもガラクタの MV ね公開されてますんで、もう見ていこうと思います。いやどんなもんだよ、どんなもんよ、どう、みんなどうだった、ガラクタの MV どうでしたか。僕今から見ようと思います。はい、じゃあちょっと見ていこうと思います。ガラクタの MV 4分47秒あります。音出てるね、よし OK。おお、なんか激しい始まり方だな。お、米津玄師だ。はい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 。お、なんだこれ、その光が当たってて影になってるの、なんか映像すごいな。今回はあれなんだね、米津玄師がメインってよりかはその俳優さん女優さんがいてちょい役なんだね。うわ、このなんか俳優さんかっこよ、イケメンじゃん、めちゃめちゃ超かっけえ。マイノリティ、なんかジャケット着てんだね。ああ、サビがいいな、やっぱ。
ドラムがかっこいいな、今回。おい。レッドアウトとはまた全然雰囲気が違うね。ストーリー調だね。いいね。おお、サビ来る？ははうわ、これギター弾いたら気持ちいいだろうな。いやー見ていきましたよ、ガラクタの MV を見ましたよ今。いやー、まあ、ぜひ皆さんね、ガラクタの MV、ね、と合わせて僕の、ね、反応を見てもらえたらいいんですけど、結構ね今回ストーリー調でこうなんだ、曲自体大サビとか特にブワーって盛り上がって激しい感じなんだけど、エピソード性が強い感じだから映像としての激しさはそんなないんだけど、綺麗で、感情表現に優れてて、あとはストーリーがあっていつもと違う見方ができるような。レッドアウトって結構さ、そのビジュアルをしてたじゃん。レッドアウトってビジュアルでドーンって感じだったけど、今回はそうじゃなくてちゃんとこう見ていって、その出てる人のね、映ってる人の考えとか行動とかを読み解きながらやるっていう感じのミュージックビデオになってたから、面白さは別の面白さがあってね、僕は素敵だなと思いますね。米津玄師メインじゃないから、米津玄師がもっと見たいって人たちにとってはあれなんだけど、あともう一個気になったのは、今米津玄師のね最新アーシャになってる、なんか白っぽい、白と青っぽい絵でなんかガラクタの山の上でこんなになってこうやってポーズ決めてるやつがあると思うんだけど、あれの写真がね、あの全然あのシーンがなかったね。また別の MV で出てくるってことなのかな、ちょっとわかんない。アーシャだけのあれなのかな、ちょっと今までの感じからいくと、なんかアーシャ撮ったのシーンがちょっと映っててもおかしくないかなと思ってたんだけど、なんかそれがないよね今んとこ。まあ、どうなんだろう、実際わかんないけど、まあとりあえず MV 見てみました。どうだったでしょうか。皆さんの MV 見た感想を教えてくださいね。ぜひよろしくお願いします。じゃあこの動画はこれで終わろうと思います。よければいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ終わります。ありがとうございました。